パチンコ屋勤めたでしょ、新車で買ったのよ、はい、払えなくなって、なんか違法なんだけど、カード会社ローン残ってるのに残債あるのに、はい、売ってそのお金を入れたのよ。本当はダメなんですけどね、ちょっとしか乗ってないんだけど、パチンカスになっちゃってローン払えなかった。やべえって払えねえってどうしようと思って。いくらしたんですか？ほんと結構した、280ぐらいしたんじゃない？けで残債が150万ぐらい残したんだ。ペイした。男嫌い、俺男嫌いやわ。給食で出て出る日あったんだ、ポトフ。もう泣いたもん、うわーって。最初は献立出るの、給食室の前にさ、給食、今日の給食これですよって模型があるじゃん、はいはい、あれ見るんで絶対俺、はい、うわーってなの、ポトフ。あー、まあポトフ いらねーテンション下がりますよ。スープ系のジャガイモ入ってるの嫌いだから。わかりますよ、いらないじゃない、合わないじゃん、水分持ってかれるでしょ、口の中で。なんで一つだけジャガイモ口の中の水分持ってかれる食材が入ってんだよ。ジャガイモが嫌いなのよ、スープ系の。あのカレーに入ってるジャガイモ嫌いなのよ。ああ、いらんわ、ご飯と合わねえじゃん、芋とご飯合わないから。確かに、わかる。水分持ってかれる、一つだけ違う食感が。何こいつ、人参もちょっとね、あんまり好きじゃない。柔らかかったらいいよ、人参が。硬い硬いのよ、ちょっと嫌だね。肉じゃがも、うん、あんまり好きじゃない。肉だけしか食わないもん、肉と糸こんにゃくしか食わないもん俺。じゃがいも食わないもん。ジャガイモまずいよ。ジャガバターだったら食うけど、ジャガイモだけ単品でお祭りで、たまにだけどね、自分から買わないけどね、人が食ってんのちょっと一口ちょうだいぐらい。あ、そんな好きじゃない。これ今コストコ行ってますね、幕張。コストコ好きだって言うんだよ。コストコ好き、うん、あ、ポテトフライは別でしょ、揚げてやれば。でも食わないよね、もうポテトフライ食わないな、もう。いや、この間思いっきり食ってたじゃないですか。いや、もうあれはあれでもう食わないよ、意識変わったから。めちゃくちゃ意識高いから俺は。それこれだけ結果出ちゃったからさ、もう4キロしたからね、3日で。すげえ。アームビーナイス、ありがとうございます。運動ね、まあ、まず体重落としてからだよ。まず運動できないもん、この体じゃ。何にもできないよ。これ右行けんの？これも幕張？え、幕張って幕張市っていうとこなの？地名が。なんなの幕張って？幕張市？幕張市ってあるの？なんなの幕張、幕張って言うじゃん。なんなの幕張ってなの？なんなの幕張って？千葉市じゃないのかな。千葉市幕張ってのあ、千葉市幕張市じゃないの。幕張市はなかったっけ。千葉市だっけ。幕張メッセっていう名前がついてこの辺一帯を幕張って言ってるの。あ、意外と早いっすね。今日混んでないな。いや、混むでしょ。いやいやいや、いつもあそこでめっちゃ混むんですよ。マクハリック、嘘だね。マクハリックっていうのここ絶対嘘。マクハリック聞いたことねえよ。どうだろう、マクハリって区なのかな。なんなのマクハリ、マクハリって。ほら三浜区じゃん、花見川区、マクハリ村、魔界村みたいになっちゃう。なんでマクハリ村って。
あ、5倍ナイス。家で猫ちゃんと。あ、ありがとう。5倍ナイス、あのりん。東京インテリアの方、あー、東京インテリアね。なんか家具屋さんでしょ、それ。結構お高いんでしょ、東京インテリア。聞いたことある。あ、なんか、あ、包丁買えよ、お前。あ、包丁、うん、売ってんじゃん、マック。あ、それ。あとは、ね、お皿セットも買っちゃえばいいじゃん。セット、あ、売ってんのかな。売ってんじゃないですか。東京インテリア方面から。フライパンは、フライパン、あ、これ東京インテリアじゃん、これ。これ、はい、ほんで、ほんでまっすぐ、まっすぐ、まっすぐ並ぶの、これ。まっすぐレンジだな。いやー、かかってないもんな、あれ。あいつ穴開き包丁ダメだって。そうなの、なんで分からん。おい、ネット銀行すっからかん、ドンチキやりだせ。あらら、ぶっ込んじゃったんだ、最終出た。言えばダメか、当たんないって社長さん。あらら、今日は今日ダメだ、不発だ、外周だじゃん。ライブのレンジ棚。美浜区、そうそうそう、幕張。どこ、コストコ。あれ、ホームズじゃん。ホームズでけえな、あそこの。そうなんですよ。何あれ、サーカスみたいなってんじゃん、屋根が。宮殿みたいなってんじゃん、あそこ。テント立ってんじゃん、一番上に、屋根に。あれ、いるか、あの屋根いる。あれ、無駄じゃね、あれ。いや、あれがそういう段階なんですよ。あの三角のやつもったいなくない、材料。あ、いらねえだろ、あれ。いやいや、もったいない。いや、いらないとかもったいないとか言ったら、あれいらねえだろ、無駄だろ、あれ。あの屋根三角いるか、あれ。いるよ。いらねえだろ、あれ。無駄だろ、あれ。いるよ、目印。いらねえだろ、あれ。いるの、あれ。あ、島村、OK、西松屋。初めて来たわ、こっちは。あ、ラウンドワンマンじゃん。オートバックス、イオン。許せねえな、あの三角。なんだ、あれ。邪魔だろ、あれ。台風とか来た時、お前、邪魔。飛んじゃうだろ、あんなの。いいじゃないですか、だって。え？普通に。ラウンドワンあるよ、ラウンドワン。赤い屋根、いらないだろ。それデザインなの？デザインなの？どこだよ、コストコ。コストコ先。え、イオンの駐車場でかすぎだろ、これ。マンションぐらいじゃん、これ。でけえ。なにこのイオン、超でかくない？配信できないね、コストコは。動画でもダメだよ、YouTube でも。確か。ついた、ついてないじゃん。どこ降りないよね。ちょっと一回切ってまたつけるから、皆さんナイスだけお願いします。初見されたらフォロー通知お願いします。ツイッターフォローお願いします。ちょっと一回行ってくるね。で、何買ってきたかちょっとレビューします。ちょっと行ってくる。どこどこ、入り口どこ。まだまだ、まっすぐまっすぐまっすぐ。写真もダメなんだ。あ、これか、これこれこれ。ホエールズ、ホエーセールって書いてある。え、ホエーセール。どこ入り口。ホエール、ホールじゃないですか。ホールセールか。来た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 。これまっすぐ、まっすぐ。どこどこ。で、まっすぐで左です。ホエクジラ、捕まえるクジラだよね。俺そう思ってたもん、ホエーって。ホールじゃないですか。ホールなの、あれ。ホールセールって言うの。空いてそう、どうだろう。あ、だから友達がママ混んでるって言ってました。並んでない。あ、いつも並んでんの、ここ。皆さんナイスボタンもお願いします。最後追い込み、ナイスボタンお願いします。ナイス連打連打連打。頼む頼む。
500円です、頼む。あと40人。来た来た来た。右下ナイス、お願いします。500円ですまで。伸びろ伸びろ。頼む。いけ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 。477。来た来た来た。488。ナイスナイス。頼む頼む。AD ナイス。来い来い来い。500。498。頼む。500ナイス。頼む頼む頼む。500いけ。いけいけ、頼む頼む頼む。来たこれ。ナイス。ナイス。500。ナイス。ナイス。もう一回押さなくて。ナイス、初日なんでね、皆さんお願いしますね、また。あー、めっちゃ押してくれてる。518。ありがとう、マジで優しいよ、今日のお客さん、マジで。あー、520まで来てくれた。今日のお客さん最高だよ、マジで最高。サンキューナイス。最高だ、うん、ありがとう、マジで。ちょっと行ってくるね。ジャスティウェイからのやれるのかって。どれどれこれどれどれどれこれかこれか、分かりづらいな。おい、インカメ。今どこ行った行った。おー、すげえな、これ坂で。坂そうなんすか。すごい、なんかジェットコースターみたいな。そうかな。これ軽自動車いっぱいいっぱいだな、これ。広いな。ミサトも結構広いじゃないですか。いや、どうだろう、どっちがでっかいんだろう。ミサトがこうなってるから今、俺セレナ可愛い。サラはやべやべ、草壁写真やべやべ、これめっちゃ下がるじゃん、これ。そうっすよ、危ないっすよ。やべ、これオートマの坂道写真どうやってんだっけ。やべやべ、ちょっと後ろ開けといてちょっと下がるから。やべ、これ何これ、怖い。どうやってんのこれ、坂道写真オートマの。え、あ、なんかこうギア変えるじゃん。あれ、やべやべ、下がる下がる。え、どういうことどういうこと。サイドブレーキやって、アクセル吹かしてサイドブレーキ離す。怖っ。どうやってやんのこれ、めっちゃ坂道。俺こんな初めてなんだけど。やばいっす。何この急な坂。やばいやばい。ちょっと後ろ開けといて、下がるから。もう足さびしそうだ、手汗。やばいやばいやばい、前進んだ。どうするどうする、これアクセル。お、来た来た。うまい、うまくね今の。うまい、怖え、ここめっちゃ下がったんだけど。ブレーキからアクセル吹かしたら間に合わなかったんだけど。危ねえ、マジで。パントダメだな、もうこれ。焦った、マジでびっしょ、脇汗半端ないって、マジで。ほら見て、脇汗半端ない、マジでマジ焦った。そこ出るんちゃうんすか。え、そこ出るんちゃうんすか。そこ出ますよ、ほらほらほら。マジビビった。やった。入り口近い方がいいべよ。いや、ここ、いや、いいっすよ、いいっすよ。え、いいの、いいっすよ、いいっすよ。選んでたらもう見つかんない。見つかんない。マジ焦ったわ。坂道超怖え。タントダメだろこれ、もうびっしょりだ、マジ。見てこれ今ので。
ほら。焦ったマジで。やばいっす。めっちゃ下がったもんな。めっちゃ下がりました。間に合わなかったの。ブレーキ踏んでたでしょ。